どうもフィッシャーズのマサイです。ボタキ最高シルクなあ最初の挨拶ってこれ大丈夫テニスコートに来てまーす。よっしゃー、フィッシャーズが2度目のテニスだよ。実はね、実はね、ノーハンドテニスやろうと思ったんだけども、ノーハンドどころじゃなかったんだよね。そうだ、あのハンド使ってもテニスできなかったんだよ。そうだね。ということでね、今日は真面目にテニスを習いたいんだよ。あね、そこ不真面目はダメなの。不真面目はいいけど別にテニスの中ではいろいろスキルがあると思うんだよ、うん、あまあそうだね、うん、それを習ったら格段と強くなるんじゃないかと。確かに、まあそうだね。フィッシャーズの中で珍しく誰もやってない。そうやってない。そうだね。一人何部だったの？まあ僕バスケ部です。バスケ部だよね。俺野球やった。野球部だよね。サッカー。サッカーだよね。囲碁部でもなんで笑うんだよ。スノープレーで大事じゃない。頭脳のスポーツだしな。そうだね。お前マサ何部？お前帰ってたよプロの方をお呼びしました。いや、すごい。いるんですよ、本当に。いるだろ、それ。いや、いるんですよ。プロ選手の方で遠くにいる存在だと思って。あ、まあ、そりゃそうだ。実現しちゃうんだね。あ、まあ、そうか。ありがたい。ありがたい。ご協力のおかげじゃないですか。こちらの方をお呼びしました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロテニスプレイヤーの西岡良人です。今現在、日本2位ですね。すげえ。とんでもない人連れてきた。そう。なんなら今めちゃくちゃ緊張してるんで。格段と弱いですよ、僕ら。なんかテニスを上手くなるコツっていうのは本当にあるんですか？第一はまあ本当に運動神経の部分。あ、そうか。まあそれはもうピカイチで。いや、ありがとうございます。すいません。僕はもうプロに認められて嬉しい。嬉しいね。ちょっと今日は調子乗ります。言うんだ。年も近いですよ、確か。僕が今26ですね。25年前。あ、95年前。9月生まれですよね。9月です。僕が何ですか？27です。兄貴と同じ。そう、すごいですよ。すげえ。ちょっと親近感あるね。え、普通に教えてもらうのもあるんだけど、奥の企画もあるんですよ。そりゃそうですよ。あ、そうもちろん、その教わった後は実際にそのプレーをするわけじゃないですか。もちろん、もちろん。西岡選手ともやりたいんですよ。はい、もちろん。ただ確実に負ける。そりゃそうだ。当たり前だ。ダメだ。ダメよ。だから西岡選手にリスクをつけたい。リスク。ハンデじゃない。ハンデだ。負けたらミキハウス。ハンデですよ。ハンデをつけたい。はい。ラケット別のにしたらどうなるの？なるほど。トレードします。調理器具です。ゲームとかであるの？やっぱラケットの感覚とかフライパンの位置とかって合ってるんじゃないか。私ちょっと似てるわ。似てる。ちょっと短くなるだけなんで。比較で言うとプロ選手なら調理器具で素人ボコせるぜ。うわー、説です。逆もしかりですよね。プロ選手調理器具なら素人でも勝てる説。あ、確かに。にもなり得る。なり得る。そうですね。でも僕ら目線だから、やっぱ調理器具使われたらそれはもうちょっとボコしたいじゃん。それはもうそうです。いや、真剣に真剣に勝っちゃうんですよ。だって俺嫌だもん、テニスコート入ってお玉に負けるの。ででんででん。いや、これはいけるだろ。この調理器具たちもテニスコート初めてで、この量は確かにコートに来たことないです。そうです。あるんだ。経験がある。ただ、まあ、こんなでかくなかった。重くないと飛ばないかも。なるほど。ダイヤモンド加工されてくる。球は張り付きづらいっすよ。これはもうガットで言うと4本。鬼十字路って新手にのキャラがいるんですけど、ガット2本でやるんですよ。まあ4本ですからね。縦しか張ってない。縦しか張ってない。鬼でも十字だからね。そうそう。まず最初はね、教わらないとね。僕は皆さんに負ける可能性を考えながら教えるってことですね。そうですね。やばい。リスクだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シュート。行っていく。グリップの持ち方からちょっと教えていきたいなと思うんですけど。はい。いわゆるフォアハンドっていう利き手側のボール打つ時の、まあ、グリップです。だから1回ゲートが決まってて、上から握ってもらう。で、このまま持ってもらって、まあ、これぐらいで十分です。あ、真ん中じゃねえんだ。真ん中だとバックハンドもあるんで。はい。そっか。こうなると左と添えないといけなくなってるんで、ある程度下の方が。なるほど。もうここで勉強になってるわ。で、フォアハンド打ってみますか。はい、はい、はい。お、早速打つ。なんか変わった。確かになんかしっくりきてる。おお。打っていく。いきます。あ、違う。お、ライス。いいね。おお。はい。
真ん中じゃないんだ、基本的に。狙い狙い。わ、いいとこいい。おお。力の入り方がむずいわ。お、ナイス。お、いいね。お願い。お願いします。お、やばい。パワー。おお。あ、でもナイス。テニスの王子様ってプロの選手なんか見てるんだ。はい、あ、飛ぶ。上がっちゃう。あ、上がっちゃうな。フルパワーでバーンってやってよく入る。こうこうこう。マジだ、それだ、いけんだ。
ください。ハンデをください。ということで、じゃあすいませんがハンデをつけさせてください。はい、もちろん。レベル1、フライパン。これなら勝てんじゃない？これなら、じゃあこれ多分僕勝てると思います。10点取られたらレベル2、まな板。競技用のまな板だよ。確かに競技用のまな板。やりましょう。はい、行きましょう。レベル2の方がいきます。はい。レベル3、鍋。わあ、軽いんで球飛ぶかわかんないです。レベル3、鍋。これから出る球じゃねえ。ちゃんと乗ってくる。レベル4、フライ返し。いや名前は強そう。もはやもうこれどうやってやる。いけっかなこれ。レベル4。レベル5、おたま。さっきのより重いな。お、お願いします。
んとかみたいな。真ん中じゃないっすね。真ん中じゃないっす。おたまのスイートスポット初めて知った。世界レベルの人に勝つんだったら素人フライ返し持たせてください。ということですね、西岡さんのチャンネル概要欄の方にありますので、ぜひ、ね、ご覧ください。はい、うまい方がいたら調理器具を持たせてください。一旦ね、一旦ね、ラケットと勝てるわけがない。ないせーの、アデュー。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。